この中に選択は、ワンからもらいます。A、この中に一人小説家がおる。お前やろ。僕はうつむいたまま首を横に振った。お前やB、ハマングーリス。この中に一人ライオンがおる。お前やろ。C、ガウ。お前やまあよかったな。快感の男。この中に一人別れた妻がおる。お前やろ。違うわよ。変わらないわね、そういう言い方。お前やこれはどれもやっぱりさすがベスト3はレベルが高い。それだけありますね、これなあ、難しいなあ。さあ、それでは行きましょうか。はい、ベストオブこの中に一人。この中に一人発表です。おー、A が2つの、B が1つ、C が4つということで、あー、これは、やな、はい、快感の、快感の男さんに決定です。はい、ありがとうございました。こんな豪快な一言を吐けば、男らしいと思われること受け合い？スケールでかいノブです。スケールでかい。快感の男。宅急便の受け取りに欠板すげえぇB、モンブランの頂上でモンブラン食ってやるぜすげえ今マスター田畑会館の男瀕死の状態で救急車で病院に運ばれてる時に着いたら起こしてねと仮眠すげえはい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 これスケールでかいはいはいさあそれではどれが一番いいでしょうか。じゃあいいですか。はい、はい、じゃあドラムロールしましょう。はいどうぞ。おお、これは結構あれですね、A が4つの、うん、C が3つということで、うん、A 快感の男、はい、おめでとうございます。はい、はい、ね、まだこれは全然 CD 化はされてないんですけどね。ネタ自体もまだあれですよね、うん、こうまだはっきり、うん、まだあの他のやつと歴史がまだ浅いんで、うん、浅いので、はい、一方こちらはみみっちい一言を集めました。スケール小さいノブです。スケール小さい、小さいね、小さいの方ね。ゼロからもらいました。 A、 リコーダーとピアニカとカスタネットでバンド快感な男、人生最高の肩書きが図書委員長また快感な男、バンドの目標が現状維持これは寂しいな。さあどれでしょうか。スケールでかいより面白いかもしれない。だいたい地味&派手とかもそうなんですけど、地味なちっこい方がおもろくて、それを際立たせるためにでかい激しいからですな、はい、さあそれでは選んでもらいましょう。はい、はい、お願いします。おお、はいはい、分かれた。じゃあ、B ですねこれね、はい、B の快感の男。はい、会館の男もこれ常にもう900セラリーぐらい。すごい。ライフボーイ。何部門ね。やってきました。おなじみのあのメロディーに言葉を乗せよう。11文字のマジック。なり天の看板コーナー、チャルメラノブです。これだけね、5作品。そう、これだったら俺全部3つやけど、これ3つに、はい、絞られへん。絞りきれずに。はい。さあ行きましょう、はい、まずは A、 田村麻呂坂の上の素敵な快感の音B、 また快感の、これ快感の音強いねんな、ご覧あれ窓もあぜるパリですか、ハミチン Z、 前は海後ろヤクザ目に浮かびますね。たてび、飛べたんだ飛べたんだよいいわ、海外の男、フランソは君なんだね難しいやろ。いやーこれ2作違うねんこれ、難しいねこれはね。じゃあ手挙げてもらいましょうね、一つずつ言いますんでね、歴史をそれぞれ気づいてきましたから。これすごいですね、すごいねこれね。どうやろうな、難しいな、うん、はい、じゃあ
A 坂、田村麻呂坂の上の、これもすごいいいんですけどね、うん、じゃあ B ご覧あれ惑わせる、これもすごい、これがあって後につながっていくんですC 前は海後ろヤクザ、あとなると、そしたら D 飛べたんだ飛べたんだよ、はいはい、なあ、あとやっぱいい、フランソは君なんだね。いやこれはもう、はいね、だからこれはマドモアゼルとかそんなのがあった延長線上にあるわけですよね。だからこれも両方とも快感の男の作品だから、うん、マドモアゼルもフランソはもう、うんうん、自分でこの道をこいつは切り開き、切り開きね、もう独自の道です。そうそうそう、その先に何があるか、何があるかは分からないけどね。ああはい、以上、なり天ネタアカデミーでした。